スポーツにやっぱりなってると思うんですよ、格闘技ってその発展とともに。でその2人っていうのはその中でも格闘が前に、戦いが前に来ると思うんですよね。そういう意味でさっきとさっきのね戦いという試合になるんじゃないかとね僕は思ってますね。この試合には戦いがある。ようこそ熱きキックボクシングの戦いへ。大槻さんも今まで激闘何試合もやってきて、僕もそれなりに激闘何試合もやってきてるんで、そんな二人がリングの中で対峙したら激闘になるしかないなと思って。17年激闘を続けてます。 WKBA 世界スーパーライト級チャンピオン勝地。キックボクシング界激闘の代名詞といえばこの男。36歳になった今でもその熱き戦いは健在。たぎる気持ちに衰えはない。1、2、3、ハッピー。激闘で今夜もハッピー。勝地選手試合するのもやっぱり日々ドキドキして、あ怖いな、あけど生きてる実感かなみたいな、うん、そういうのはやっぱあるし。現役生活25年、49歳、このキックボクシング道に終わりはない。元 WPKC 世界ライト級チャンピオン大槻春明。工夫に天性の当て感を掛け合わせ、未だ強さを求める求道者。独特のスタイルから繰り出す爆腕と称される攻撃に衰えはない。まだやれるから、はい、この今度の試合乗り切ってもっと強くなってやるぞって、今より強くなってやるぞっていう、まあ、思いで、はい、ですね。密着戦であろうが、離れていようが、いつ試合が終わるかわからないっていうですね、このスリルを楽しんでもらいたいと思いますね。打ち合いをちょっと想定して、激闘しかできない2人だと思うんで、今の若い選手たちにはできないような激闘を必ずするんで、そう楽しみに。余計な煽り文句はいらない。この道を極めし2人が持てうる能力をぶつけ勝敗を競うキックボクシング。これでいいのだ。